皆さんこんにちは、水井 D です。どう見ても水井 D です。巨人がね、15日に全ジャイアンツのマット・シューメーカー投手と、契約合意したと発表ありましたんで、今日はそちらをお伝えします。35歳、年俸1億5000万、背番号99、メジャー通算は46勝です。由伸さんの目にはね、どう映るのかね、ちょっと聞きたいなと思います。全体的にコントロールはね、なんとかまとまった感じのピッチャーなのかなっていう気がしますね。ポーチプロ野球チャンネル。全体的にコントロールはね、なんとかまとまった感じのピッチャーなのかなっていう気がしますね。スプリットもいい高さにね、来てるんで、その辺に投げ切れてたらいいなと思いますね。まっすぐもなんか綺麗なまっすぐがなさそうな。そこはね、外国人特有の、多少ボールが動いたり、っていうのは、特徴というか、なんとなく、外国人多いタイプのピッチャーではあるのかなと思いますよね。今度スライダー今投げてるんで、スライダーも投げたんですけど、スライダーもね、本当に高さとかコントロールとかっていうのが、本当まとまったピッチャーかなと思います。三振取るというよりも打たせて取るようなタイプになるのかな。でも割とね、高さに来ている変化球っていうのは、スプリットもスライダーも、この映像を見る限りバッターは結構金振りはしてるんで。過去に由伸さんが対戦したりチームメイトだったりで、なんか分かりやすい例の方います？正直何か特徴があるかさ、そんなないと思うんですね。まとまったピッチャー、スタンリッチぐらいでしたっけ。あれもまとまったね、ボールをね、左右に動かしながら、課題となるのはやっぱりどうしても細かなところですね。ランナー出てからの、クイックだったり、今ちょっとね、偶然見た映像がやっぱりイージーで走られてる映像があったので、そういったところが、日本に来てどこまでその日本の野球にね適用していくかっていうのは、ってところだと思います。そうですね。てなわけで、シューメーカー投手です。ちなみに2月の15日から27日までアメリカのアリゾナ州で新外国人選手たちは合同練習しております。3月に来日できるようになってくれると嬉しいですね。んじゃ、キングタコス、略してキンタコス、えぐい。はい、ベジミラーのお仕事です。水井ですけど、すごい秀逸な食レポ。食レポできない、うまい。何しか言えない。うまい。水ですく、昨日から食べてばっかりです。食べることが仕事です。僕が初めて。ありがとう。